皆さんお元気ですすか出口真希子と申します、えー、と今日は、うん、インストラクターの勉強会という講座をしてるんですけどもそれに向けて、うん、私というものを知ってもらいたいなと思って動画を撮っていただいてます。えー、と私は2人の 男の子の母親でもあります。で、シングルマザーで、二人とももう大人なので。私のそばから離れて、今はほとんど一人で暮らしています。で、ヨガは大好きです。で、ヨガは、うんと、二人目を。生まれた時から始めて。で、四十歳の時に、ヨガを学び始めました。四十歳の時に、ヨガを学び始めて。そこから十年ぐらい経って。うん、講師。 というものに興味があってヨガ講師というものを始めさせていただきましたヨガは素晴らしくてこれからもう一生ずっとヨガと共に過ごしていこうかなと思っていますヨガで教えてもらったことは本当にたくさんあって、うん、今の私があるのはヨガのおかげかななんて思っていますはい。で、ヨガのインストラクターとして重要なのは 多分ヨガの先生って孤独だと思うんですね一人でやることなのでやはり心の自立というものがすごく大切ですけど仲間を思う気持ちとか世の中にあの返すこととかいろんな 自分孤独なんだけど周りに対しての配慮だったり周りともつながっているけど孤独だよというような自立するということがすごく必要になってくると思うんですねなので自分を磨くということはすごく大切なことですヨガじゃなくても大事だと思います例えば人と比べないとかジャッジをしないとか良いとか悪いとかつけないとあとは 今のコロナもそうですけども受け入れるということもしくは見えないものを大事にするということそれもヨガを通じてだけではなくいろんなことから学びましたでもヨガの教えがあったからこそあなるほどなあそうかこうしようとかいろいろできたと思うんですねそれをクラスにも先生としてクラスにもそのまま生かしてほしいと思います。ただ アサナーがすごいできるね体が効くとかだけではなくて教える側としてうんいろんなことをこう背景にありながら教えられる人になってほしいなと思いますなのでいろんな知識というのはすごく大事だ大事ですで私も今でも哲学を学び続けています月に一回ですけどもヨガスートラをえっと一から ずっと学び始めて今半分終わったのであと多分2年ぐらいかかると思うんですが、まあ、全部終わらそうかなと思います。朝菜についてはいろいろ体の変化とともに自分のできなかったアサナができたりできてたアサナがちょっと困難になったりってありますがそれは対処していき怪我のないようにということを一番大事にしています。もし今 無理してヨガのポーズをとって怪我してるようでしたら何が一番大事かなーってちょっと考えて、うん、だったらこうした方がいいかなという先輩のアドバイスとかもらうといいかもしれませんね。でヨガのクラスをするにあたって何が大事か伝えたいことは自分のこう自分の欲ではなく 相手の欲でもなく、ただヨガを伝え、皆さんにはヨガをの。皆さんが好きなものを持ってってもらいたいというようなやり方でクラスをしています。例えば、私はこのカードを配るけども、皆さんもクラスに出てくれた方が、そのカードを持って帰るかどうか。というのはそれは別だと思います。でも興味あるカードを配ったらね。 みんな持って帰りたいですよね全く興味がないものを配ったとしても皆さんだ誰もそんなものいらないよってもうクラスには来ないよっていうことになっちゃうので自分の配るカードはとてもキラキラした素晴らしいものを渡せるようになるといいかなと思います。そのたために知識が10あったら その中かららら毎回10を出さななななきゃいなないとなったらすごい大変ですよねでも知識が100あったら100の中から10出すのは簡単ですよね。物と一緒ですでは、えー、と2枚しか T シャツを持ってなかったとねそしたら毎日洗ってその T シャツを着なきゃならないけども、まあ、例えば7枚あったら週1回その T シャツを着る。 ようなそんな感じですね。あの七枚持ってくださいとか言うわけじゃないですよ。二枚でも十分ですけども、クラスはいろんなバリエーションがあったり、いろんな知識があったりすると、その時によって色も変えられたりします。ただここであの思っててもらいたいことは、自分が何を伝えたいかなっていうことをしっかりと真に持っていないとブレてしまいます。皆さんがあの生徒さんの要求で。 あこうしたらいいかな,いいかなって生徒さんがこうしたいからこうしようあしたいからしようってしてるとすごく疲れちゃうんですね。自分自分身もエネルギーがいいいいいいっぱいなないなと困りりりまますすのででそれはうんとあまりいいやり方じゃないですね、はい、なんかそんなこと言ってもええからないよできないよって思うかもしれませんけどもそんなことを一緒に勉強しながら時間を費やしたいななんて思ってます。 私の講座が3回に分けて9時間しかないんですけどもその中では十分伝えられませんけどもその中にヒントというものは伝えられると思います。そのヒントから皆さんが皆さんがそれぞれそこからいろんなものに広げていけるスタートのところにこの講座がなればなぁなんて思ったりもしています。はいで さっき一番最初に私の経歴を話しましたけども最初私もヨガの先生になりたての時は200時間というものがなかったんですね。でなかったんですがうーんと基礎を学んだ時にすぐ教え始めました。 自信もなかったし対面ですることもすごく難しかったんですねだから右手上げましょうって言った時今私左手あげてますよねそうやってヨガって教える方が生徒さん分かりやすいので対面でやることをうんと練習したりしましたあとは声の出し方もすごく困ったりして語尾があの小さくて聞こえないよっていう風に言われてそこも修正したりしました あと今もあるんですけども癖というものも前の癖と今の癖は多分違いますでも人の話す癖というのはいつも出てしまうんですねなのでそれも気をつけたりもずっとしていますで呼吸まあ呼吸についてですけども呼吸を最初ナビゲートしていただいたんですね吸って吐いてっていうのを。でも何かの時に あみんなそんな言わなくても平気かなと思って言わなかった時があったんですねそ,しそうしたら生徒さんがやっぱり先生が「吸って吐いて」って言わないと忘れちゃうねっていう話を聞いてなるほどどんなにあのヨガをやってる方でもやっぱり先生の「吸って吐いて」という呼吸の導きというのは必要なのかなっていうこともその経験から学びました。はいで どんどん進んでいくうちに自分もヨガを教える人を教えたいなっていうふうに思い始めたんですね。うん、で私から旅立っていきましたでずっと一緒に練習してた方がだいたいみんなママになって、ね、結婚してママになってそうすると離れていっちゃうんですね。けど えとたまにそういう方でも先生に「会いたい」って言ってくれたりするとすごく嬉しくて涙が出ます。ヨガっててそういううういいい深ながががりというもの持てるような気がするんですね本当にヨガを教えることができて私は心から嬉しいしその孤独であるし独立したものであるけどもそういう、ね、深いところからつながってるということはいつも感じます。 一緒に学んだ仲間といいうのもます皆さんにもいるように一緒に学んだ仲間というのもうんと何かの拍子に思い出してで彼,彼女たち彼らも私のことを何かの拍子に思い出してくれてそこでは小学校の同級生とか中学校の同級生とまた違う大人になってから一緒に学んだ仲間でヨガを続けてる人は特にそこが大事だったり心のどこかでいつも 思っているというふうな形になってますなのでヨガは本当に深いところでつながれる素晴らしいものだといつもいつも感じていますもちろん落ち,落ち込むこともたくさんありましたで今はねあんまりないんですねだいぶいろんな心の勉強をしてきたのでうんと心を静かに保つっていうことがほとんど迷わずできるようになったので、うん 夜悩んで寝ることもなくなったしもちろん泣くこともあるけども引きずらなくなったなりました一生変化はあると思いますが,ですがどん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 多分ね向上しているような気がしますそれが私が幸せかなって思うことが向上しているかなって思う目安になるのかなと思います毎日なんかわからないけど幸せだなって感じます も、まあ、もちろん、ね、嫌なこといいっぱいあります家族のこととかうん仕事がうまくいかなくなったもちろん私もコロナでクラスが今は週3回しか働いてないんですね。ですが大きなものを受け入れるという大きなものの力を信じるということをヨガで教えてもらっているので今はジタパタしないで少しおとなしくして次の準備の時間かなと思って次の。 あの準備を今一生懸命やってますそうしてると本当に自然にあの入ってくるんですね。来年ここです空いてるかからやりませんかとか、えっと、こういうふうなことあのやるんですけどもやりたいって言ってたよねとか自然に今入ってきてる状態なので待つということだったり心を静かに保つということは。 引き寄せの法則とかいろんなのあると思うんですが、そこに繋がってるのかななと思います。それもこれも全部ヨガをしてたから繋がってくれたのかなと思います。うん、いいろいろ話しましたけど、えー、ヨガをするのにただポーズだけというのはもったいないじゃないですか。その心の成長とかもすごくあるので、ぜひぜひヨガを続けてもらいたいと思います。インストラクターとしてヨガ を職業にする。はい、ヨガを職業にする。なんか変だったかな。えとインストラクターを目指すヨガ講師になりたいという熱意があれば絶対叶います。私も熱意はすごく持ってました。で、最初の頃は1週間に今と同じ3日ぐらいでしたけども、もっともっと収入が少なくで、貯金を使って退職金を全部使ってしまったという状態でした。だけど。 インストラクターとして私は生きるって決めて信念を持って頑張っていたので今があったんだと思います本当にヨガが好きだったらどうぞ小さいことからでもいいですからヨガを身近な人に伝えるところから始めてなりたい自分をちゃんと描いて進んでいってもらいたいなと思いますインストラクターヨガが全てではないですけどももしヨガに惹かれているなら ぜひヨガを学び続けてもらいたいと思います。はい、ではまたお話ししたいと思います。さようなら、ありがとうございました。